そうなんですよね。あのね、よくね、女の子の絵を描くときに、なんか、なんとなくイメージの中で、メスの方の丈が長いのかな、メスの方が実はない。長さは、実は大して変わらない。で、もう一つ違い、多分皆さん、自信がないと思うんですけど、これを、オスの方がね、頭を出す。これがね、オスですね。一番違うところで、なんてこうなるんですか。なんて理由がありまして、オスはですね、オス同士喧嘩をするときに、頭をこう、ガン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 、こちらで、皆さん、どの人っていうのね、勝った負けたっていう、この世界の一番の見方ですね。そうしますと、戦いに勝つオス、強いオスっていうのは頭が硬くて重い、ね、オスが勝つことになります。ですので、オスは、勝つために頭が硬くて重くなるんです。で、なんでどうやったら硬くて重くなるのかというと、もともとですね、イギリはオスのメスを使ってます。で、分かりやすいのはこの切れ前のこの で、まあ、2本あるんですけど、我真棒极。